今日は循環小数と絶対値について学習していきます。なんですが、その前にですね、数字の区別の仕方をまず説明したいと思います。まず実数という数字があるんですが、実数とは何かと言いますと、今までね、高校1年生まで使ってきた数字はもうすべて実数です。実数じゃない数字というのもあるんですが、それはね、虚数という数字でまだ習ってないです。これはね、数学2で学習していきます。まあとりあえずは今まで使ってきた数字はすべて実数って言います。ではこの実数ね、2種類に分けられるのね。一つは有理数という数字です。もう一つがね、無理数です。じゃあ有理数って何かっていうと、有理数はね、分数で表せる数です。ただ分数といってもね、整数分の整数で表せる数字だけを有理数と言います。では有理数なんですが、さらに何種類かに分けられる。一つは整数。もう整数はわかるね。例えば3とかマイナス4とか0とかね、こういうのを整数って言うんだね。有限小数というのがある。有限小数というのは普通の小数です。こういうやつね、 1.2 とか 0.25 とかね、まあ別にマイナスついてもいい、マイナス 3.4。 ではもう一つ、循環小数。循環小数っていうのはね、何かっていうと、はい、こんな感じで 0.333333 ってね、無限にね、同じ数字が続いていく数字。あとね、他にも 0.343434 とね、34という並びがね、ずっと無限に続いていく数字、そういうのを循環小数と言います。これ後で学習しますね。あとはね、無理数です。無理数って何かっていうと、これは循環しない無限小数です。 0. 何たらかんたらってずっと続いていく数字ではあるんだけれども、ずっと同じ3が並ぶだとか343434とかね、同じ並びの数字が無限に続く、そういう小数ではありません。わかりやすい例で言えば、これね、ルートと円周率の π、 これなんかがね、循環しない無限小数です。ルート2イコール 1.414213 ってずっと続いていくんだけど、別に規則的な数字がずっと並んでいくわけではない。この円周率なんてのもそうで、 3.141592 なんとかかんとかって続くんだけど、何か同じ並びがね、ずっと続いていくわけではない。そういうのを無理数と言います。なので今のうちはね、ルートと π だけが無理数で、それ以外はね、有理数だと思っておいて OK ですね。はい、では本題に入ります。循環小数について学習します。循環小数の表し方、例えば 0.555555 ってね、ずっと5がね、続く場合はこういうふうに表します。 0.5 って書いて、5の上にね、この点を打っておきます。こういう表し方をします。じゃあ他には 0.121212 ってね、12ってのがずっとね、無限に続く、そういう場合はね、 0.12 って書いて、1と2の上にこの点を打っておきます、ね、こういう表し方をする。じゃあ他には、例えば 8.456456456456 456っていうのがずっと続いてるとしたら、こういうふうに書く。 8.456456 が無限に続くので、4と6の上に点を打っておきます。こんな表し方をします。まずこれを覚えてくださいね。次の分数を循環小数で表しなさい。はい、例えばこんな問題が出た。1/3、これ循環小数で表すなら、まず割り算します。3分の1は1÷3と同じ。はい、1÷3ってどうやるのかなっつったら、まあ筆算で計算しましょう。はい、これ見ての通り 0.3333 ってね、無限に続いていくよね。ということは3がね、無限に続くので、3の上にこれにね、点を打っておく。これで終わり。では次の問題、1/6。はい、これも割り算にします。これは1÷6だよね。じゃあどんどん計算していきます。はい、これ見ての通り 0.1666 ってね、6がずっと続いていくんだね、これね。はい、ってことは 0.16 と書いて、6が無限に続くから、6の上に点を打っとく。これで終わり。では次、11/13、これやってみますか。これは割り算にすると 13÷11。 はい、じゃあこれ計算してみます。はい、こんな感じですね。
1.1818、これね、18というのがね、ずっと続いていくんですね。はい、ということはまず 1.18 と書いて、これはね、18がずっと続くので1の上に点、8の上に点と書いて、こういうふうに表せば正解です。では次の問題ね、やってみます。次の循環小数を分数で表しなさい。はい、例えばこんな感じ。これ循環小数だね。これをね、次は分数で表してくれと。これね、0.6666 ってね、ずっと続いていくんだね。x とでも置いときましょう。0.6。で、これは6がね、無限に続いていくと。これにね、10かけてやったらどうかなと。10をかけると、6.666 ってのがずっと続いていくんだね。これね、上から下引き算すると、このね、小数第一からね、この右側ね、これ消えるよね。なので、上から下にちょっと引いてみます。10x-x は 9x。で、6.6666 ってあって、それから引き算して 0.666 と。そうすると、この小数のところが消えてしまう。ってことは、この整数部分6だけが残る。こうなるね。あとはもう簡単。x は9分の6。約分して、3分の2ですね。x は3分の2。これが3分の2になるということになります。これで正解。次に行ってみましょう。0.27。これは27というのが無限に続く。じゃあこれも文字で置き換えてしまいます。x イコール 0.27。これは27が無限に続いていく。でね、この27って2桁分あるから100かけます。x に100かけて、そうするとね、この27ってのが整数部分にこう出てくるわけ。小数部分も27というのがずっと続いていく。で、これ上から下引き算してやればいい。そうすると 100x-x で 99x と。で、こっちね、2727ってね、この小数部分ね、消えてくれんだね、引き算でね。これなくなった。ということで残ったのは 27-0 で 27。あとはもう簡単。方程式解くようにすればいいだけ。はい、出ました。これは11分の3が正解だね。こんな感じです。もう一問やってみます。0.648。これは648というのは無限に続く。さっきと同じ要領でやればいいだけ。これは648というのがずっと続いていきます。はい。で、この648で、これは3桁分だから、1000をかければいい。そうすると、これはね、648と整数部分が出てきて、あとは小数部分が648と無限に続く。はい。あとはね、上から下引き算します。この648というやつね、小数部分ね、これ消えちゃうよね。で、この整数部分、648が残る。あとは普通に方程式解けばいいだけ。はい、出ました。答えは37分の24と。はい、これで終わりです。絶対値について学習します。中学生レベルにね、ちょっと戻ってみましょうね。中学生の時にこんな問題が出たことがあると思います。2の絶対値はって聞かれたら、もう単純だよね。2だよね。マイナス4の絶対値はって聞かれたら、マイナスを取って4って答えればいいよね。ではですね、これをね、ちょっと数直線に書いて考えてみましょう。はい、数直線があります。真ん中に0とあります。この0の部分をね、原点って言うんだね。じゃあまずはね、2の絶対値はということで、ここに2のところをね、数直線に書き込みます。こういう状態だよね。でね、2の絶対値は2なんだけど、この絶対値2というのはどういうことかというと、原点0のところから2までの距離ね、この幅ですね。これが2であると。そういう意味なんだね。じゃあ、マイナス4の絶対値はといったら、はい、マイナス4ここにあります。原点0のところからマイナス4まで距離が4離れてます。これが絶対値にあたる。つまりね、原点からの距離を絶対値というと。ね、そういうふうに覚えましょう。ところで、この2つのね、問題なんですけども、これ計算式みたいにね、表すとどうなるかというと、2の絶対値はという場合は、このようにですね、2を書いて棒線で囲みます。そしてイコール、それが2になるわけだから、こう書きます。じゃあ、マイナス4の絶対値はといったら、
マイナス4を書いて棒線で囲む。そしてその結果4であるわけだからイコール4と。こんな感じですね。簡単ですね。ではですね、絶対値の考え方を公式として覚えてみましょう。じゃあ例えば、絶対値 A イコールとなったとき、この A の数字がね、何かによって絶対値が変わるわけね。じゃあ A がね、0以上、つまり正の数か0のときは、この A の中身の数字は正か0なわけだから、まあそのまんま出てくるだけだよね。だからイコール A、簡単だね。では、A が0より小さい、つまり負の数ね、マイナスがつくような数字だった場合、絶対値 A というのは、例えばだよ、絶対値の中身がマイナス5だったらさ、これの絶対値5になんなきゃいけないよね。だからマイナス5をそのまんま出しちゃったらまずい。これをプラスにするには、マイナスをくっつければいいわけだよね。だからね、この A そのまんま出しちゃまずい。マイナスをくっつけて、マイナス A とする。この公式はね、必ず覚えてください。後々ね、これ使っていきますからね。はい。ではですね、ちょっと問題やってみましょう。じゃあ、例えば絶対値5はって言ったら、これもう単純だよね。もうただ単に1個と。じゃあ次、絶対値マイナス7はと言ったら、もう単純。7と答えればいいだけ。ね。まあ厳密には公式通りにやるんだったら、マイナス7と書いて、その前にマイナスと書くことによって、ただの7に変えることができる。まあ、いちいちそこまでやる必要はないんだけどね。はい。じゃあ次は、ルート3-5。これどうでしょうね。ルート3って大体いくつでしょうかね。ルート3というのは、ルート1より大きいし、ルート4より小さい。ルート1ってさ、1だよね。ルート4って2だよね。ってことは、ルート3ってのは、1.何とかかんとかのはずだよね。じゃあその1.何とかから、5を引いたらさ、この中身のさ、数字はさ、確実にマイナスになるわけだよね。なので、この公式に沿って書きます。ね。この絶対値 A イコールマイナス A。これと同じ書き方をしてみましょう。だから、ルート3マイナス5とあるんだけど、はい。こういうふうにね、マイナスをくっつける。こうです。ということで答えはね、マイナスルート3プラス5と。はい。これが正解になります。ね、こういう考え方はね、必ずマスターしてください。今日は循環小数と絶対値について学習しました。最初の方で数字の種類の区別の仕方について学習しましたね。あれはね、知っていて当たり前の常識です。必ず復習してね、覚えておいてください。それから循環小数では分数を循環小数に変形させる方法、それから逆に循環小数を分数に変形させる方法を学習しました。絶対値においては、絶対値を表す式の変形の仕方を学習しました。特にね、絶対値の問題で注意してほしいのは、式を変形する場合ね、式の前にマイナスをつけるのかつけないのか、ちゃんと判断できるようにしましょうね。はい、以上で今日の学習は終わりとなります。もしお役に立てましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。